あとはね、絶滅黒髪少女ですね、僕が夢中になったのは。NMB48 もちろんね、素敵なんですけど、やっぱりそんな中でも一番刺さったのが、絶滅黒髪少女なんですよ。素晴らしい作品でしたね。サビは僕踊れますよ。歌じゃなく踊れるんですね。はい。歌だけでなく。あのね、今の美さん、僕何度も言ってますけど、まあ、2000年代からそうだったんですけど、もはやね、ダンスがないエンターテインメントは見向きもされませんよ。